嫌味か。嫌味だな。嫌がらせだ。ユリウス、暗いな。そうだよ、せっかく外に出たんだからもっと楽しめよ。お前は楽しそうだな、エース。楽しいさ、楽しいとも、楽しいに決まっている。ユリウスと散歩できるんだ。仕事でもないのに。ユリウスと散歩、希少価値が高いよな。俺ってついてるぜ。まあでも、君と散歩できるってことも嬉しいよ。いっそユリウスなんかいなくてもいいくらい。おっと、失言だったな。お前が来いと言ったんだろう。来なくたってよかったんだよ。二人で出かけちゃうからさ。でもそうなると彼女がどうなるかは保証できないけどな。そこまで言われて行かずにいられるか。お、愛、愛だね。君って幸せ者だな。私は同居人の身の安全を守っているだけだ。お前と二人で出かけさせるなど、私は血も涙もないわけではない。見過ごせるか。何言ってるんだよ、ユリウス。俺、そんな怖い人じゃないよな。そうだな。
お前は怖くはない。カラリとしすぎていて不気味なだけだ。何言ってるんだよ。外っていいな。三人でデートっていうのもいい感じ。なんとなくいかがわしくない？悲しいのはお前の頭の中だけだ。お前は壊れた時計に心を痛めているのか。そういう顔をしている。そう感じる心が羨ましいな。なんだ。ああ、差し障りない。普段からもっと休んでも間に合うくらいだ。普段ならまだ仕事を続けるところだが。前のように私と寝たいと言ってくれないのか。まあこれで横島なものを感じなかったら鈍すぎるだろうな。いつもは仕事をしすぎだとか控えるというくせに。恋人というよりもっと
リア。趣味が悪いとか言うな。寝巻きなんかどうでもいい。なんだか本当に恋人というより何でもない。服なんかどうでもいいという話だ。仕事に行ってくる。おとなしく待っているんだぞ。なるべく早く帰ってくるから私の帰りを待っていてくれ。くだらない。くだらなくなんてないさ。な。わからん。旅はそれ自体に意味があるんだぜ。散歩とは旅の始まりだ。散歩のつもりで出かけたら旅になってしまうんだ。散歩っていうのは冒険の序章で。なんだよ、ノリが悪いな。俺ら親友だよ。心の友だ。誠の友でもいいけど。はあ？
何を言い出すんだ。ああ、親友だ。俺、ユリウスのためなら何でもしてやりたいくらい、こいつのことを気に入ってるんだ。ユリウスって構ってやりたくなるんだよな。お前がいないと落ち着かない。あまり出歩かずに私のそばにいろ。方向音痴の改善？もちろんできてる。日々進歩してるんだぜ。でも俺のは厳密に言うと方向音痴じゃないんだぜ。方向音痴っていうのは道に迷って目的地にたどり着けないやつのことだろ。俺の場合結果的にたどり着いてる。時間はかかるけど。それに旅は遠回りの方が楽しいだろ。よう、また来たな。もっと頻繁に遊びに来ていいんだぜ。遠慮すんなって。ブラッドの友達なら俺にとっても友達だ。お前、私をいくつだと。
前の髪だって綺麗じゃないか。なぜ私が怒鳴られなくては。白髪や枝毛に悩んでいるのか。髪なんかどうでもいいだろう。綺麗だ。お前は綺麗だ。だから、いくら白髪や枝毛があっても気にすることはないぞ。
やあ。もし時間に余裕があるなら、君も旅に出てみないか。君は方向感覚がいいみたいだから、道に迷うことなく楽しめるんじゃないかな。でも、俺みたいに迷う旅ってのも、それなりに楽しいものなんだぜ。迷ってこその人生だ。案内もなしでは退屈しても仕方ないか。よし、わらわが直々に庭を案内してやろう。そうかしこまる必要はない。わらわも退屈だったのだ。遠慮などするでない。そう、もうすぐ開催されるんだ。ハートの城、俺の職場だ。知ってるだろ？